中央大学自立学会は、明治34年に創設された、中央大学の弁論部である。略称は自立。OBOG 会に、自立クラブがある。元内閣総理大臣の会府都市記や、塚本三郎元民社党委員長等を輩出した。花井拓造の演説自立学会は、中央大学学友会文化連盟に所属する、大学唯一の弁論部である。会の名称である、 自立は創設者である花井拓造により論語守る霊校第十五にある小曰く自立しかも見たしかから引用された。言葉は相手に伝わってこそ意味があるという意味である。自立学会はこの精神に基づきわかりやすい弁論を第一としている。自立学会は明治三十四年に創設され記録に残っている私立大学弁論部では最古のものである。 慶応義塾大学弁論部、早稲田大学有弁会、明治大学有弁部等の弁論部とともに、全国学生有弁会において代表的な地位を築いている。政界、放送界を、はじめ多くの分野に人材を輩出している。中央大学学院会に、自立学会、第二自立学会卒業生で構成する自立クラブがある。明治18年、神田西旗町に、 中央大学の前身であるイギリス法律学校が創立された。学校では、英法の実地応用の修練を強調し、その成果を高めるため訴訟演習が設けられた。この時、学内討論会が頻繁に行われ、自立学会創設の下地が作られたと言える。明治34年、当時教授であった花井拓蔵博士と学生有志によって、自立学会の前身である。 生徒連弁会が創設された。法学新法第12巻第1号に、実力の要請と弁論の練習は各別からざるところ、なるをもって、討論会の外に、生徒の申し合わせにて、連弁会を組織し、毎月1回これを実行せり。現時の状況によれば、今回もまた大いに有望にして毎回、院友講師の出席演説ありとある。明治35年以降、 東京法学院大講堂にて、連弁会議会演習が開催され、政治、法律、社会の各分野の議論を行った。明治42年、生徒連弁会の名称は、花井拓三博士の提案により、論語を引用して、自立学会と解消された。会長に、奥田義人教授、副会長に、花井拓三教授が衰退された。 花井は、雄弁は術にあらずして、人格の発露である。ゆえに雄弁道を歩まんとする者は、この道を通して、人格の要請をなさなければならないとし、過敏な美事稽クを今しめ事故の初心を堂々と表明すること、雄弁の研算を通して、人格を連磨することを掲げた。明治44年に、中央大学に、学友会が発足し、自立学会は、経済学会、 実業講和会、英語会と同様に、中央大学で最も古いサークルの一つに数えられる。中央大学学友会規則第7条には、自立学会は、会員の弁論を連磨することを主眼とし、随時演説または討論会を開きかねて、専門の学者を招聘して、学術講和会を開くとある。昭和21年に夜間部として、第二自立学会が設置されたが、 昭和48年の卒業生をもって、自立学会に統合された。昭和22年、早稲田大学郵便会を中心とする、全館東学生郵便連盟が、当時の法務政務次官の田中角栄の助力で、内閣総理大臣杯を創設し、第1回大会が開催された。これは、花井杯に対抗すべくより権威をつけるためであったが、自立学会の出場弁士は、 全6回中、第5回を除きすべて優勝した。その後総理大臣杯は、弁論形式を廃止ディベート形式へと移行した。花井拓造杯総奪全日本郵便大会は、日本国憲法の発布直後の昭和21年11月5日に、神田駿河台で第1回が開催された。以後、毎年連続して開催されていたが、 学生紛争の影響で昭和42年の第22回をもって中断された。昭和54年に一度復活した。自立学会卒業生で NHK 解説委員の島田敏夫は同期生が中心になって学園紛争当時に途絶えていた花井拓造配送脱全日本学生遊弁大会を復活させるために手探りでイベント運営に取り組んだのが 最大の思い出ですと述べている。しかし、3回連続で開催された限りで、再び中断された。花井坂月は、昭和61年に、当時の学生の尽力により再び復活し、第26回以後毎年連続で開催されている。平成22年11月14日には、第50回記念の花井拓造杯総奪全日本郵便大会を開催した。 中央大学玉キャンパスに会室を置く。論語、子曰く、自立ちしかもみ、確かの精神にのっとり、弁論の作成、実施、演説、討論、遊説を通して、会員一人一人の人格の投与を目指している。元運輸大臣の奈良橋渡によって、戦後に作成された、解読時の発声練習原稿があり、キャンパス内の、郵弁の丘にて、発声練習を行っている。 一般に弁論の練習のことを延々と言うが、自立学会では歴史的に連弁会と呼ぶ。弁論大会前の5日間は集中作成期間と呼ばれる活動を行う。そこで5日間を通し全員で弁論作成、議論を行う。弁論の論外は様々であり、政治、経済産業、金融、安全保障、外交、農林水産業、 社会保障、地方行政、司法、哲学等多岐にわたる。イベントごとに、中央大学高科層の緑、自立学会会か、応援か、すすめ自立を歌う慣例が残っている。現在、花井坂月は、学生遊便会で最も古い大会となる。花井卓造記念ディベート大会は、現在開催されていない。新入生歓迎講演会と称し、弁の立つ。 政治家を中心に、毎年講演会を行っている。帰還誌、詩祝は、現在発行されていない。郵弁への道1952年中央大学の、歩み中央大学 AB 開始、中央大学文化連盟所属中央、大学時立学会法学新法第12巻第1号、明治35年1月25日発行、私と、中央大学、ありがとうございます。